ここからファインヘルスケア、株式会社、ここからファインヘルスケア、ここから、ファインヘルスケアインクは、神奈川県横浜市港北区新横浜に本社を置く、ドラッグストアチェーンを展開する企業である。本校では、統合時の存続会社となった、セガミメディクス株式会社についても述べる。セガミメディクス株式会社は、近畿圏 和歌山県を除くと山陽地方を中心に、東は千葉県、南は沖縄県まで393店舗を展開している。関東地区、関西、中部地区、九州、沖縄地区、中国、四国地区の4つに分けて展開。一時、香港にも店舗を持っていた。日本チェーンドラッグストア協会制会員。ドラッグストアの共同グループはウィングループに参加。 ドラッグストアチェーンの中では、調剤に強く、上場企業の中では、第1位に位置する。2007年2月には、創業70周年を迎え、同年7月には、関東進出40周年を迎えた。2008年4月に、同じウィングループに参加している株式会社成城と、共同持ち株会社ここからファインホールディングスを設立。 2010年10月にアライドハーツホールディングスとの兵によりここからファインに称号変更。当社はここからファイン HD の完全子会社となった。また、九州地方に展開するドラッグイレブン、現、JR 九州ドラッグイレブンと業務提携、同社への製品供給や PET、CP 検査紹介業務を開始している。2013年4月に、成城。 ライフォーとジップドラッグ、スズラン薬局、メディカルインデックスの5社を吸収合併し、ここからファインヘルスケアに称号を変更。さらに、同年10月にだまと薬のエビナを吸収合併した。本校では、セガミメディクスからここからファインヘルスケアまでの遠隔を述べる。正常、ライフォーとジップドラッグ、スズラン薬局の遠隔は、各記事を参照のこと。 合併前の各会社が展開していた店舗ブランドは、そのまま当社の店舗ブランドとして引き継がれる。このため、地域により展開する店舗ブランドが異なるほか、複数の店舗ブランドが存在する地域もある。なお、従来からの店舗ブランドのみで出店している地域も、あり、群馬県は、成城、徳島県は、ドラッグセガミのみとなる。 合併後に新規開業する店舗は2012年5月から合併前の各会社メディカルインデックスを除くで実験店パイロットショップとして展開していたここからファインの店舗ブランドで展開される富山県石川県福井県はここからファインで進出しているまた2013年6月より従来からの野豪で営業している店舗にも店舗入り口などに ここからファインのゴの看板が順次掲げられている。なお、従来からの野号で営業している店舗の一部は、改装のタイミングで、ここからファインに野号を変更している店舗があり、宮城県、山形県、福島県、山梨県、長野県、佐賀県においは、ここからファインへの店舗ブランド統一を完了している。括弧内は2019年2月時点のブランドごとの店舗数、 正常ジップドラッグジップファーマシーは派生業態を含む2019年2月時点で1395店舗青森県、岩手県、秋田県、宮崎県、鹿児島県は未出店であるこれまで各社で発行していたポイントカードのうち正常クラブカード、ドラッグセガミ、パワードラッグワンズポイントカード、ジップポイントカード、スズランイントカード以降 まとめて、旧法人名義カードとするは統合後も引き続き利用可能だが、システム統合が行われた関係で、来訪とポイントカード及び2012年11月に、ココラファインのグループ会社となった小玉が発行していた、薬の小玉友のの会カードが2013年6月をもって廃止となった。統合後のポイントカードは、ここからクラブカードとなっており、廃止に伴う、 切り替えの対象でない旧法人名義カードでも、ここからクラブカードへの切り替えが可能で、旧法人名義カードに保有していたポイントは、ここからクラブカードへすべて移行される。薬の小玉では2013年7月より、ここからクラブカードの取り扱いが開始され、すでに当社の系列店舗で新規あるいは前述の旧、法人名義カードからの切り替えにより、ここからクラブカードを所持している場合、 同じタイミングで薬の小玉でも利用可能となった。合わせて各店ごとにばらつきがあったポイントの基本条件を統一し、税込100円につき1ポイント付与、500ポイントで500円のお買い物値引き券発券となった旧来法と運営店舗旧スズラン薬局運営店舗はポイント付与単位を税込105円につき1ポイントから税込100円につき1ポイントに引き下げ、 旧ジップドラッグ運営店舗は一部の店舗を除き、値引き券の発券ポイントを625ポイントから500ポイントに引き下げ、旧正常運営店舗、旧セガミメディクス運営店舗は変更なし。なお、2013年10月からはこれまでの値引きクーポンに代わり、特定製品の購入により付与されるボーナスポイントを導入している。さらに、同年9月からは、 日本国内の実店舗としては初となるビザプリペイド機能が付加された。この機能は事前にレジにて1000円以上、1000円単位で申し出た希望額分のチャージを行い、買い物時に現金の代わりにカードを提示するだけで支払いが完了する。当社の系列店舗やサークル系サンクスの店舗に限り、月間のプリペイド利用金額の0.5%分を 当月利用分の翌月10日までに、チャージ残高に加算される、キャッシュバック特典も受けられる。キャッシュバック特典はこれまで、当社の系列店舗に限定していたが、2015年2月から、サークル系サンクスの店舗にも拡大した。また、ここからファインのグループ店舗のみならず、国内、海外のビザ加盟店でもプリペイド機能が利用できる。この場合、売上表には、クレジット売上表と表記される。 2014年9月からは、クレディセゾンのクレジットカード、UG カードセゾンカードでのクレジットチャージに対応している。ここからクラブカードは2017年10月1日付で、カード懸面のデザインが変更され、コーポレートカラーであるコーラルピンク基調となり、ここからファインのキャラクターであるコシエルが新たに描かれた。この日以降に新規入会や、 前日の旧法人名義カードからの切り替えの場合は、新デザインカードでの発行となるほか、すでに、ここからクラブカードを保有している合わせでも、プリペイド機能の有効期限が2018年内となっている場合は、カード切り替えにより、新デザインカードの入手が可能である。前述したプリペイド機能には、有効期限が設けられているため、有効期限が到来する前に、 新カードへの切り替えが必要となる。プリペイド残高とポイントは、新カード切り替え時にすべて移行される。この新デザインカードは、2018年4月19日より、ゆうちょ銀行の ATM に対応し、ATM からのチャージ、および残高紹介の取り扱いが可能となった。なお、統合後も引き続き利用が可能だった、旧法人名義カード。 旧薬のエビが発行のポイントカードを含むは今後利用不可となることが2018年2月26日に発表された。旧法人名義カードを保有している場合は同年9月30日までにここからクラブカードへの切り替えが必要となる。旧法人名義カードの廃止により当社のポイントカードはここからクラブカードに完全統合される見込みとなる。 2018年7月に制度が一部変更され、ポイント付与の単位が税抜き100円ごとに1ポイント付与となり、店頭でのお買い物値引き券の発券を廃止して500ポイント単位で500円分の値引きに変更された、500ポイントに達した次の会計時からポイント利用による値引きが可能となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。